今岸田さんを止める人はいるのかと、うん、今回のことを見ていて、それぞれ政治家の姿がこうよく見えるなと思います。最後の最後はやっぱり保身に走る人も少なくないですね。やっぱり国民がもうこれで蹴りがついたというふうにする方が、うんうんうん、旧清和会にとってもみんなにとっても、もう引きずらないことがいいと思いますよ。この問題の解決は最後の最後はやっぱり先生、前回の堀江さん会が今日は19万回再生されましたね、はいはい、そうです。そして今回も素敵なゲストがいらっしゃるんですね、はい、政治ジャーナリストというよりも時事通信の特別論説委員、論説委員長で、お茶の間でこの方を見ない日はない田崎史郎さんです。いや先輩よろしくお願いします。本当に今日はありがとうございます。恐縮です。ありがとうございます。本当にわざわざ急遽出ていただいて、毎日政治がいろいろって私が言うのもなんですが、11月下旬にこの問題が始まって、はい、今の、そうですね、政治資金収支報告書、政治資金収支報告書の記載問題が始まって、はい、3ヶ月ですよね。ね、その間ずっと自民党は叩かれっぱなしで、支持率は自民党それなりに下がってきてるんですけども、それなり以上に、はい、で今はただ野党の支持率が全く伸びてこないんですよね。感覚的に一番2007-8と違うのはそこですね。やっぱり2009年に政権交代が起きて、はい、民主党政権になって2009年、10年、11年、12年に今こう12年、これにまた戻るんですけども、そうですね。民主党政権の時のことをやっぱり深いところで覚えてるんですよね。むちゃくちゃやったっていう。いや、また東日本のこととか原発のこともありますからね。そうです、そうです。強烈にこう、僕もなるべく言うようにしてるんですけども、民主党政権の時代金に綺麗だったかっていうと、うん、最初の総理大臣が鳩山由紀夫さんで、はい、鳩山由紀夫さんが総理に就いたのが2009年で、2009年の12月に鳩山由紀夫さんの秘書がやっぱり政治資金規正法違反で、うん、起訴されたり略式起訴されたりして、うん、その時の金額がね4億数千万なんですよ。あ、かなり高いですね。そうです、大きいですね。でその後今度は当時の民主党の中心にいらした小沢一郎さんの陸残会事件が起きたんですね、はい、政権交代が起きたらこれなくなるもんではなくて、うん、どの党も直していかなきゃいけない問題なんですよ、うん、これ今政治倫理審査会が大きな話題になってますけれども、はい、その2009年の7月に政治倫理審査会で、畑山幸男さんの議決をしたわけですよ。しました。それも全部フルオープンの予定でした、うん、でそれが畑山幸男さんが欠席されて出てこなくて、はいはい、だから自民党議員5人が出て、うん、いろいろ批判されてますけれども、うん、真相解明できなかったとか、うん、言われるんですけれども、そもそも出てこなかったんですよね。そう、民主党政権時代は、うん、そのことは私もね3党で並んだ時に言わせていただきました、2009年に、まあ、政権交代を起きる直前、うん、当時の総理大臣麻生さんで、そうです、都議選で負けた後麻生下ろしが起きるんですよね。ああ、だからああいうことはやっちゃいけないですよね。そうです。で、うん、麻生さん辞めろっていうことを、うん、当時の与謝野薫さんとか、うん、石破茂さんがやって、党内的にも麻生下ろしが起きた、うん、でその結果やっぱ自民党はなんかガタガタしているとまとまりがないって印象を与えて、そうでした。で麻生さんが解散した、うん、することによって行われた総選挙で、うん、自民党はまさに惨敗するわけですよね、うん、でだから今静かなのはむしろその時のことを覚えていて、そうです、あんまりこう足を引っ張ることが世の中から支持されない、うん、自民党支持層からも支持されないという気持ちがあるから、トラウマになってるんじゃないかと思うんですね、あの時の。いや、私はもうその結局郵政のリベンジだったんで、はい、そういう立場の人はもう事前の調査からみんな悪くて、はい、まだマシだったぐらいなんですけど、はい、小泉純一郎さんに、
麻生さんの支持率が下がっても、麻生さんが総裁なんで、麻生さんが好きな人もいるんだからって言われて、私、ツーショットポスター麻生さんと最後、あ、そうですか、曲げ曲げやってました。だからそこは、はい、岸田さんがこういう状況になろうが、はい、総理は岸田文雄さんなんですよ。そうです、そうです。しかも安倍さんに言われて、我々、まあ、ほとんどの安倍派系の直系は、ちゃんと岸田さんって書いてるわけですから。はい、はい、はい、そうです、そうです、そうです。7割方はね、はいはいはい、っていうことがありますからね。そこはね、そういうことがちゃんと守れない人はやっぱり信用されないだろうという。だから、やっていかなきゃいけないことは、まず政治資金規正法の改正を、そうですね、進める、ね。で、野党と協議して、今国会で改正案を成立させるっていうことがまず第一ですよね。うん、そうですね。二つ目としては、僕はやっぱり、党の処分。それですよね。これは難しいと思うけど、でもね、やっぱり何かしなければね、それはもう無理。で、で、処分の対象となるのは、おそらく90人ぐらいいらっしゃるんですよね。その修正した方はそのぐらいいらっしゃいますね。で、その人たちに対して、処分をおそらく4月には行うようになるだろうと思うんです。で、最近その岸田さんと茂木さんが話し合った時にね、これやっぱり処分はやらなきゃいけないと、言って、そこで甘い処分をしたら国民から叩かれる、で今度厳しい処分をすると対象となっている安倍派の議員が反発する、だから国民が納得し、かつ安倍派の議員もこれならしょうがないなというラインを見つけていかなきゃいけないんですよね。で、今この安倍派の幹部の人たちが一番焦点になっていて、あれ党内論議でも安倍派の幹部を処分しろって声が結構あるんじゃないかと思うんですよ。で、その人たちも処分は受けることはやぶさかでないんですけれども、彼らは彼らで去年の暮れに大臣を辞めたり、あるいは自民党の役員である政調会長を辞められたり、それぞれが一応役職は辞めてるんですよね。で、役職辞任っていうのは党の処分の規定だと下から4番目に重い やつを受けてるわけです。で、ここでさらに課すときに離党までしなきゃいけないかとか、というと、それはちょっと違うんじゃないかなと思うんですね。でも処分はしなきゃいけない。だから政治資金規正法の改正と、やっぱり、関係者の処分、この二つはぜひともやっていかなきゃいけないだろうなと思いますね。まあ、そこはまさに総裁しか決断できないレベルのことだと思うし、その清和会は非常に大きな所帯で、私は入ってから9ヶ月しかおりませんが、はい、やはりその思いは複雑なようなんですよね。はいはい、で、本当に知らなかった方とか、事務局系統を一度もやったことがない方っていうのはあると思うんですよ。はいはい、で、旗で見てて、その人たちとその関与していようがいまいが事務局、まあ、事務局員、事務局次長とか補佐も含めてね、まあ、そういうところにいた人って同じなのかなと思うと、まあ、違うような気もするし、組織の中での責任の取り方っていうのが、まあ、派閥みたいなグループだったら初めからあるわけもないんですよね。そうですね。まあ、絶対ないし、ないことはいいようにしてるし、そこを悩みに悩まれるのは、まあ、当然なんですけれども、はいはい、やっぱり国民がもうこれでけりがついたというふうにする方が、その旧清和会にとってもみんなにとってももう引きずらないことがいいと思いますよ。もう引きずったって何にもしょうがないですから。その通りですよね。はい、ただやっぱり議員の見ていて、まあ、安倍派の幹部の方それぞれ取材しながら思うことは、残念ながらやっぱり最後の最後はやっぱり保身に走る人も少なくないですね。金丸信さんという自民党の副総裁が、佐川急便からの5億円献金で副総裁を辞めて、翌年には今度、自宅から金の延べ棒が見つかっちゃって、不正蓄財で逮捕されたんですよね。それで、まあ、議員を辞められ政界に引退されていくんですけれども、
で、その後、今度中村喜四郎さんという、当時の、竹下のエースの人が。いや、本当に一番若くて建設大臣になった人。優秀な人だったんですよね。その時にね、金丸さんが一言証言していれば、中村喜四郎さんは多分罪に問われることはなかったんですよ。ああ、なんかそんな話あったわ。はい。はい、でもね、はい、やっぱりその時、金丸信さんは、もうこれ以上関わるの嫌だって言うんで、もう完全に引いちゃったんですね。あ、そうだったんですか。でそこがもうはっきりしてたわけですね。はい。で、だから見ていて、僕は金丸さんが一言言えば、中村喜四郎さん救えたのになと。で、金丸さん自身が保身に走ったなと思ったんですよ。あのタイプの大親分様でも保身に。はい。まあ、片山さん、世話政策結果に属したのに申し訳ないんだけれども、やっぱり座長は周内龍さんなんですよね。そうです。で、周内龍さんが、ここは、私自身は関与しなかったけれども、組織のトップとして、これは私が全ての責任を負いますと。だから議員辞職しますと。言えばね、窓を収まったんですよ。で、そういうことをやらないで、ずるずるして、僕が知る限り、世話政策協会の幹部の方がね、何人も塩谷さん説得してるわけですよ。で、森さんも説得してるわけです。でしかし、やっぱり塩谷さんはそこで、やっぱり、まあ、星に走るわけですね。自分で責任を取ろうとしない。だから、今回のことを見ていて、その政治家の、本性って言っちゃ失礼だけれども、なんか、それぞれ政治家の姿がこうよく見えるなと思いますね。そこは本当に、辛いところですし、まあ、私は良くも悪くもこの間、岸田総理も含めて全員が、政倫審で、はい衆議院にお話になったのは良かったと思うんですよ、はいですね、テレビカメラもずっと回ってて、はいはいねね、やっぱりその人の人となりとか反応っていうのが出ますから、はい、そうです地域の方は、まあ、特にその選挙区の方は区切るように見てらっしゃったでしょうし、はいはいはい、それでもちろんきつい部分もあるんでしょうけど、はい、人間性を感じた部分もあるだろうから、そうですね、まあ、そこがもう、はい、そこしか勝負できないですよね我々政治家って。そうです、であの時も甚だ残念だったのは当初安倍派の幹部の人たちが、うんまあ、出席するところまでは、まあ、その意向を示されたんですけれども、うん、オープンにするかどうかで、うん、やっぱりクローズで、うん、傍聴人も入れないしもちろんテレビカメラも入れないっていう方式を望まれたわけですね、うん、で野党が激しく反発する中で岸田さんが、うんいや私がオープンで出ますよと、うん、言ったことで状況がわっと向いたわけですね。それは確かですよ。で、はい、総理大臣が自民党総裁がやるって言ったから、うん、自分たちもやりますじゃなくて安倍派の幹部の人たちはやっぱり自らやっぱりオープンの場に出てってほしかったなと思いますね、うんまあ、片山さんのお立場じゃ同調しづらいでしょうけれどもまあ、参議院がこれからあるんで今日議決したんですけどね、はい、そうですね、まあ、もうその公に、うちの元幹事長の世耕先生と、はいはい、西田昌司氏は、はいまあ、自分で説明したいとおっしゃっていて、ねまあ、あとそれにさらに希望がいるかなみたいなそういう話だからそうです、ねまあ、やっぱり衆議院の状況を見てて参議院はその辺少し考えてるというところはあると思うんですよ。だから衆参全部見た結果、はい、そのあとは一応全員に聞き取り諮問をしてるわけですよね、はいはい、ただ検察審査会があるからやっぱりそれはそういうところでも全部何もかもこうあからさまになってくるかっていうとみんな自分を守る権利はあるからそうですそうです、まあ、発表を見てるとそんなもんかなと、そうするとだからここの出口がないのは、私思うんですけどこれ形式犯ですよね、で形式的につけなかったっていうことはこれ、うん、罰だって書いてあるわけですよ、はい、かつですね、同じようなことを昔はやってた派閥、うんうん、やってた政党もあるんですけどある年ぐらいに切り替えてて、私は
聞いたところによると2017年ぐらいに切り替わってて、はい、でその後ミスっちゃった人が各派閥で時々ポコンと修正出してると、はい、あるいは赤旗書かれてると、はい、大体そんなようなことになってて、はい、ここの清和会だけが2018年以降もなんだかやっちゃって22年には気がついたっていう、その辺の理由はよくわかんないですけど、はい、つまり18年より前だったらこれも今時効ですからね、はいはい、だけど昔はやっぱりってとこが党に関わらず派に関わらずあったってことは、やっぱりそういう政策グループを政党の中に置いちゃいけないよねってことで、派閥を収束させるっていうのは私はいいと思います。ただ、はい、無理に全部集まるなっていうのはどうかなと思ったんで。そうですそうです、はい、だって総裁を選ぶ選挙をこうやってやるって言ったら、田崎さんこれ集まるよね、人は。やっぱり一人じゃ選挙できないから。はい。だから人は群れるんですよ。そう、群れるんですよ。ね、だから群れることをやっぱり否定するのはおかしくて、うん、ただ派閥が金集めに走ったり、人事で力を持ったりするのは、これはちょっと行き過ぎた面はあったのは確かなんで。いや、だからね、まあよく考えてみると、あれだけのパーティーをやっていて、各派閥だって1億超えて2億超えた。はい、で、関西入れてないじゃない。はい、で、私たち、そういえばそうだったって、この事件が起きるまで気がつかなくて、はい、当然やってるんでしょ、と。はい、だうちの事務所なんて監査やってる上に TKC がこの中入ってて、領収書否定されたことないけど、否定されたら上がらないですからね、はいはいはい、そこまでやっちゃってもあんま困らないんですけれども、派閥やってなかった、あじゃーって感じですよ、これ。そうでしょうね、はい、盲点だったんですよね。これ誰か知恵者がいたんですか。森さんが会長時代に始まったって言われる、この話ね、この話はね、うん、だから森さんが会長になったのは1998年から7、8年やられてるんですね。長いですよね。で森さんに話してもらうのは一番分かりやすいと思うんですけども、それはなかなかそういうこともいかないみたいなんで、それは別として、これそもそも東京地検特捜部が徹底的に調べて、うん、この人は起訴します、うん、この人は略式起訴しますということで、議員3人と、うん、そして清和会、二階派支数会、うん、さらに岸田派の事務局長が辞められてるわけですよね、うん、起訴あるいは略式起訴されてる、うん、捜査上の決着がついたものを今度また国会でいろいろ聞いてるわけですよね、うん、でさらに後には先に先ほどおっしゃったように検察審査会が待ち受けてるわけです、うん、強制起訴になって、うん、で1年以上かかってるんですよね。そう、1年以上かかってる。でそれで今国会の論議聞いてると野党の人たちが真相究明できなければ、うん、これは対策立てられないでしょうと、うん、だから徹底的に真相究明しなさいっていうことを野党の人たちはこぞって言うんですよね、うん、で僕はねそれが果たしてこの問題の真相究明できるのと。いやだから小沢さんの時に森友子さんなんてずっと予算委員会で問題が収束した後もあれはどうだったってこんなファイルでやってらっしゃいましたから、党とのインスティチューショナル知識としては、はい、あるはずですよ、はいはい、それはこういう仕組みになってるから、はいはい、それやってるってことはじゃあ政治資金規正法の対策とかを先に立てないで、それだけやってるってことは対策は遅れていきますから、はいはい、それは分かっておられるとは思いますよ、はい。だから真相究明は、まあ、続けるにしても、うん、むしろやっぱりこういう問題が起きないようにする、うん、関係者の処分ははっきりさせる、うん、そっちの方へ徐々にシフトしていくべきじゃないかなと思いますね。そうですね。だからそういう声は私もそのツイッター X のフォロワーが30万人いてとにかく許せない、とにかくというのはあるんですけれども、はい、まあ、他にやることが日々にも出てきてしまって、はい、でまあ予算的な国内的なこともあるし、はい、だけじゃなくて国際社会は待ってくれないほど状況はひどいし、そうです、はいはい、ということになると、はい、私総理はこの辺にね解散があるんじゃないかと思うんですよ。だってこの話も含めて対策を出してしまって、はい、わ申し訳ありませんと、はい、こんなことでしたと、はい、で対策はこうしますって言って、そこで一回もう冷水を浴びるというか逆風を浴びるというかそれしかないですよね。そうじゃないと引っ張っちゃいますよね、はい、僕はその基本的に解散ないと思っているんですけれども、ない、うん、ないと思ってるんですけども、
2月の下旬でしたかね。2月の下旬。野党の国対委員長からなんか電話かかってきて、岸田さんが4月に予算が成立したら解散するんじゃないかと。で、彼らの論拠は、その、岸田さんは、誰とも相談しないでいろいろ決めてしまう人だと。で、菅義偉さんは3年前解散しようとした。しかし、安倍晋三さんや麻生太郎さんに羽交い締めにされて解散できずに、退陣していった、で今岸田さんを止める人はいるのかと、誰もいないんじゃないかと、でかつ岸田さん自身相談しない人だと、日本で解散があるという見立てをとうとうと述べられたんですけども、僕はないと思いますよって言ったのは、今内閣の不支持率っていうのが低いところで 60% 台の半ば、高いところで 80% を超えてるわけですね。すごく高い数字ですよね。高い。で、支持率ばっかり見てるんですけども、実は不支持率の方が僕は大事な局面があると思っていて、それは衆院解散総選挙の時に僕たちがどういう原稿を書くかっていうと、安倍政権の是非を問う衆院選が行われるって書いてるわけですね。あくまでその時の政権の是非を問うのが衆院選挙なんです、今岸田さんの是非を問うたら人する人が7割前後いるってことなんですよ、そしたら選挙したら、これ今はまだ野党がバラバラだけれども、で助かってるんですけれども、僕はねこれ単独過半数取れないと思いますね、233。で自民党はまだ正式な調査はしてないんですけれども、それでもやっぱり厳しい結果が出るんじゃないかと思うんですよ。だから4月はないし、あるとしたら僕6月の可能性はあると思うんですね。6月、ね、6月に23日に会期末で、ね、それで政治資金規正法の改正案も成立しましたと、対策はそれなりに作りましたと、そこで岸田さんが、真を問うっていうことはパターンとしては考えられるんですけれども、僕はそれでも僕は岸田さん解散しない方がいいと思うんですけどね。もうちょっと支持率が戻らないと。いや僕ね申し訳ないんだけれども、岸田さんでは選挙勝てないだろうと思ってるんです。そう思うのは岸田さん今年入って思い切った決断を2回やっていて、一つは派閥の会長を解散を自ら決しましたよね。そうですね。そして、つい最近では政倫審に出席することを自ら決められて、そうですね、いずれの決断も議員の方々も我々も、と驚いたわけです、ものすごいサプライズだった、ところがその後の支持率が上がってこないんですよね。いや私もそのことにはびっくりしました。もう一つついでに申し上げておくと、岸田さんの政治手法がね、やっぱり自分で決めたがる人なんですよね。相談しないで、で麻生さんや茂木さんと相談しないでいろんなことを決めてしまう、でこれが菅さんと似てるんですよ。で僕は菅さんの時も菅さんが当時の官房長官の加藤勝信さんに、相談しないでいろいろやってて、相談相手は秘書官だけだったんですね。でそれで安倍さんのところ行って、どうも菅総理見てると加藤官房長官やあんまりこう政治家の人と相談しながらやってないと、で自分で決めてるんでこれちょっとどうなんですかねって聞いたら、安倍さんが言われたのは、私の場合はできるだけ多くの人に相談するようにしてるんですと。で相談したら相談した相手が責任を持ってくるんだと、責任を共有してくれる、だから私はあえて、いろんな人と相談しながらやってるんですって言われたんですよ。ああそれ分かりますね、でだから安倍さんは絶えずね安倍さんのためにっていう人がどんどん生産されていったんですよね。あご自身でやっぱり本当にそう思ってる部分もあるし、それを使ってる部分もあるんですよ、はい、あの方は。で岸田さんの場合そういう仲間ができていかないんですよ見てると。で今茂木さんとの関係がちょっと微妙になってるんですけども、茂木幹事長との関係が微妙になってるのはこれ茂木さんにも責任あるんだけど、僕は岸田さんの政治手法にも責任もあるなと思って見てるんですよ。
岸田さんがもうちょっと茂木さんに相談していれば、あの茂木さんも意気に感じて、やってるんじゃないかと思うんですね。で先生もそうかもしれないけど、僕もやっぱり人に相談されてと、あ、責任感じるじゃないですか。いやそうですね、よく相談してくれたって思いますよ、ね、そしたら一生懸命になっていくわけ、なります、普通はそうですよ ね、 ね、でそういうところが菅さんにも岸田さんにも欠けてるんですよね。で自分でどんどん決めていくんですけれども、まあ、それで突破できるところはあるけれども、だんだんだんと孤独になっていく。いやだから、私は政治家に引っ張られたのは小泉さんなんですけど、ああそうでしたね。でその時は本当に一回生にも限らず、しょっちゅう小泉事務所も行ってたし、いろんなことがこう入ってきたんですけど、私の思った感想は、この人なんて孤独に強いんだろうっていうことでした。なるほど。ですから、あの方の場合は自分で、自分が役者で、ある程度のことは自分で判断するっていうことでいいと思ってるんだけど、それ以下のところは任してて、まあ、官房長官も、その自派閥で非常に気の合う人がいたわけですよ。しかもある程度大物の、その、福田先生とか、細田先生とかね。だから、小泉さんのところで判断してないと思ったら、この二人は必死にやってたし、その上に、うるさい COG がいて、その4人でしょっちゅうやってましたよ。そういうものが、安倍政権の場合は、まあ、今井君が本当に同期なんですけど、全部被ってある意味、その下でやってたんですけど、菅政権、岸田政権はそこがないので、そうです、そうです。だから、総理が本当にこれどうしようと思ってたところに突っ込んでいけないと、あ、もう出ちゃった。これじゃ受けないよね、みたいになっちゃうんですよ。気持ちは分かんなくないけど、受けないわと。子供の子供そうだし。いいことやってんのにっていうのが。岸田さんの政治手法の限界も見えてきてるなって感じがするんですよ。でも、岸田総理はまだお若いですし、67、今度7でしょ？あ、そうです、そうです。日々大変なご苦労をされながら、変わっていく部分っていうのはやっぱあるんじゃないですか。その根幹の部分の、人の使い方とか人と相談しないとか、その部分は変わってないように変わっておらずに、どん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 研ぎ澄まされていってしまってるって感じがしますね。総理と僕も話す時あるんですけど、タフだよね。タフ、恐ろしくタフだよね、岸田総理。岸田さん、そんなに全然へこたれてないですよね、きっと。そうです、そうです、で岸田さんの、心理状況を分析すると、俺以外に誰がやるんだって気持ちじゃないですかね。で今国会答弁もほとんど全部一人でやってらっしゃいますでしょ。それはね、私予算の理事だった時に、半分ぐらいある一日は半分ぐらい代理で座るんですよ、委員長の、だから指名してるわけですけども、答弁の危ない大臣というのは最近多いんですよ。で安倍さんはそれをかばうのは割に好きでやってたんですけど、途中ぐらいからね、岸田さんもそれがなんか、もうルーティンになっちゃって、できるだけ危ない人には喋らせないの。それはやっぱり内閣としてね、総理なかなか強いなっていうのはね、実はある。岸田さんは、自分で手挙げちゃうでしょ。あ、じゃあ。でこちらもまあ見てて、まあなんとなくね感じるところもありますが、それは本当にそうですよ。本当に実は大変なようで安定してる、っていう不思議な状態に今あるんですよね。麻生副総裁はどういうお見立てというかおつもりなんですかね。麻生さんは、ずっと支えてきてはらっしゃるけど、麻生さんはまあ、基本的に岸田再選支持だったんですよ、それが、1月18日から19日にかけて岸田さんが派閥の、解散を、自ら決めると。でその時に麻生さんや茂木さんに一言も相談してなかったわけですね。で麻生さんがその直後言われてたのは、僕が聞いてるところでは、岸田は細かいことまでいちいち相談して、それに対していろいろやってきたと、一番大事な問題で一言も言ってこないのはこれどういうことなんだと、いうふうに怒られて、でその怒りは依然として
この花の速度は消えてない。うん、その後岸田さんは、麻生さんと2回差しで夜食事してますから、外ではまあ、割とまあ言われてますけれども、うん、その部分では、やっぱり許せないって気分が麻生さんあるんだと思うんです。だから岸田さんの再選支持しようという気持ちが萎えてきて、うん、誰か他の人っていう感じになってきてるんじゃないですかね、それでいろいろ名前が上がってるわけですね。そうですそうです、だから同じ女性で、上川陽子さんのことを、麻生さんが触れられたのは、あれは派閥の解消宣言して1、2週間してからですよね。で、だから岸田さんの、まあ、再選は難しくなった時に、こういう人も自民党にはいるんだよと、いうふうに名前を出したんじゃないかなと思って僕は見てます。まあ代行誓いっていうのがね、やっぱりどこか、終わりになるんでしょうかね。かもしれませんね。まあ、我が党には適格者はたくさんいると思うんですよ、はい、まあ、女性でもそうじゃなくてもね、はい、ただ今の党内見てると、誰かが上からまとめて1人か2人にするというよりも、はい、20人揃えて、はい、あちこち出ちゃうっていう可能性があるかもしれません、いや僕もそう思う見てるんですよ。ですよね。だってそれ絶対にいいとか絶対にダメだってもうおっしゃらないって今おっしゃってたじゃないですか、はいはい、今ここに至るまでの状況がそうだとすると、はい、9月に至るまでもそうなってしまうので、はい、自民党の国会議員今380人ぐらいですよね。そうです。で1人20人の推薦人が必要ですから。でも逆に20人しかいらないんですよ。そうですそうです。そうすると、最大19人18人ぐらい立てますよね。そうなんです。そこまではできないんですけれども、はい、結局どういう絵をこうみんなが見たいかっていう時に結構エッジの立った人なんかもみんな立ててしまえばっていうことを、選挙が苦しいと思ったら特に衆議院議員のは絶対考えますよね、はい、私たちもそういうことで走り回ったことがあって確かその時にご取材にいらっしゃったのかなとか思って、まあでもね、そこはそこで一つ、まあ、自民党の活力ではあるんですけれども、はいはい、全く今3月でしょ、はい、3ヶ月前には、今お話していることは何一つなかったんですよ。あ、そうです、そうです。はい、はい。で、11月の末といっても、はい、私自身はもう椅子から転げ出るほどびっくりしました。はい、いくら入ったばかりだとはいえね、まあ、一応相当経験年数積んだ。だから言いましたよ、あの5人組の方の何人かには。はい、それ私が入るときに言ってくれなかったですよね。それはそう思う人もいるでしょうから、最後に入った7人は聞いてもいなかったんですよね。はい、はい。だから、そこまでの展開がみんなに今あるから、はい、そうです。結局信じられるのは自分だけみたいにみんなな。で、自民党が、まあ、の議員の7割が無派閥になってるわけですよね、今。今ね。で、派閥に属してるのは、その麻生派と二階派と、うん、あとちょっとぐらいのもんですよ。うん、でそうするいや、二階派も一応解散してる。そうだ、麻生派と。うん、で二階派の場合は私も言いづらいんですけども、あそこの場合の、その、まあ、非常に少ない人数に、その、このお金の問題が集中してて、はい、で、かつ、ここに溜まってるっていうパターンですね。そうです。その場合は責任の取り方ってのは、またどうなるんですかね。二階派ですか。そうですね。先ほど言い間違えたのは、派閥をが残ってるのは、麻生派と、茂木派です。そうですね。麻生派と茂木派以外は無派閥になってるんで、あれなんですけども、二階派の場合はこれはね、立憲民主党の寺田さんがね、政倫審で竹田良太さんをね、に質問してるんですけれども、これキックバックを不記載にしてたのは皆さん幹部ばっかりですねと。そうです。二階さん、林幹雄さん、武田良太さん、あと辞めた福井さん、元事務総長、平沢勝栄さん、みんな事務総長、経験者以上なんですよ。そうなんですよ。で、一般の二階派の所属議員は誰もやってなくて、だって持ちかけられてないもの、私たち。で、ちゃんと記載してるんですよ、不記載にしてるのがそっちの方だけなんですね、偉い方だけ。そうですね。だからそこはね、安倍派と違って
世話政策研究会と違って別の意味で問題は問題なんです。まあ、だから結局そうすると何にしたのかっていうことがあるわけですよね、はいはい。だから二階派の問題も残ってきますし、でも安倍派の問題も残ってるんですけども、やはりもう繰り返しになりますけど、真相究明に血眼になってる時はそろそろ脱却しなきゃいけないんじゃないかなと思いますね。いや、もうそこは本当にもううんざりされてますよね。だからって忘れていいと思ってないでしょう、はい、それは厳しいお叱りあるんですけども、はい、うんざり感が出てますよね、ちょっとね。そうです、そうですよね、はい。だからそこは世論を見ながら自民党もこっちへをやらなきゃいけないねっていう方に、うん、話を持っていかないといけないなと思います、うん。この国会で、政治資金規正法の改正とか、うん、そういうのを、まあ、成し遂げると、で党の処分も終えると、うん、そういうことで一区切りつけて、僕はね、これこの問題の解決は岸田さんがけじめつけないとこの問題終わらないんじゃないかなと思って見てるんです、うん。で自民党がこれだけやっぱり国民の政治不信を作り出してね、うん、僕は岸田さんの、まあ、賢明な判断をある時期までは待ってようと思ってますが、うんうん、それでもやっぱり最後の最後、それをやらないと世論収まらないだろうと思いますね、うん。岸田さんは、まあ、9月まで総裁任期があるんですけれども、うん、でそこで岸田さん自身がどう判断されるかって問題で、僕は岸田さん自身はもう衆院解散するのは難しいんじゃないかなと思っていて、うん、岸田さんがまあ任期いっぱい務められたとしても総裁選には立たず、次の人が解散総選挙を行う、うん、そうすれば自民党はやっぱり過半数は取れるだろうと思いますし、でもし過半数取れなくても公明党の支援があれば自公過半数は取れるし、うん、それでも無理だったら今度は日本維新の会と組むことですね。自民公明日本維新の会の3党連立で、それが一番政治としては安定するし、するだろうと思いますね、うん。